ミケランジェロによるシスティーナ礼拝堂天井画のエレミア。聖予言者、エレミアのイコン。レンブラントのエルサレム滅亡を嘆く予言者、エレミア。エレミアはヘブライ語でが高めるという意味で、旧約聖書のエレミア書に登場する古代ユダヤの予言者。イエレミアとも表記する。紀元前7世紀末から紀元前6世紀前半のバビロン補修の時期に活動した。 父は、アナトトの祭司ヒルキア。アナトトは、ベニヤ民族の地にあった祭司たちの町であった。このことから、エレミアの家系は、ダビデ王の死去後に対立後継者アドニヤを建てたことを、理由に、ソロモン王から祭司を罷免させられ、アナトトに追放された祭司アビアタルにつながるもので、あると思われる。旧約聖書のうち、エレミア書と並んで、アイカも、エレミアの作とされている。 エレミア書は、イザヤ書、エゼキエル書と並んで三大預言書の一つとされ、旧約時代の預言者の中でも重要視される人物の一人である。聖教会、非カルケドン派で聖人とされる。聖教会での記憶日は5月1日であった。エレミアは若さを理由に孤児しようとするが、神はエレミアを励まし、預言職を全うさせようとする。はじめに、エレミアが預言するのは、 北からの災いであった。そしてその災いは唯一の神を離れ、バール信仰に民が走ったためであるという。初期のエレミアは民に悔い改めを呼びかける。エレミアの災いの予言はシンバビロニア王国の信仰とバビロン補修という形で現実化する。ヨシヤ王の子ヨヤキム王の時代、率直すぎるエレミアの予言活動は人々の反感を買っていた。この時代、 楽観的な予言を行う職業的予言者の一段がおり、エルサレムの民衆はそちらを支持していた。彼は命の危険を感じるようになる。エレミアは正しいものが苦しみ、不正を行うものが反映する社会の現実に苦悩し、神にその苦しみを訴えている。エレミアはまた侵略者、ネブカドネザル二世を神の僕であると言い,い、イスラエルの戦果を神の意志であると予言したため、 仲間であるはずのユダヤ人たちから激しく攻撃される。同じように民に告げていた予言者ウリアは、実際に王の手で殺害されている。ヨヤキム王の子エホヤキンの3ヶ月と10日という非常に短い知性を経て、ヨヤキム王の弟でエホヤキンの叔父ゼデキアの時代になると、エレミアは牢獄に繋がれるようになる。その頃起こった、ネブカドネザル二世の二度目の信仰は、完全に、 エルサレムとエルサレム神殿を破壊した。エレミアはその後も、総督ゲダリアの非豪化に、エルサレムで活動を続けるが、紀元前568年に、ゲダリア暗殺とその後の混乱の中で、エジプト逃亡を主張する一団に、無理やり、エジプトへ連行される。エレミアが、絶望的な状況の中で告げていた予言は未来への希望であった。エレミアの言葉の多くは、ネリアのコバルクが、 口述筆記していたという記述から、エレミアの生の言葉をより多く伝えていると考えられている。ラビ文学において、エレミアはしばしば、モーゼと対比される。キリスト教の伝承には、エレミアがエジプトでユダヤ人国粋派によって、石打ちに遭い殉教したとするものがある。この伝承は、後にユダヤ教にも伝えられたが、おそらく失われたユダヤ伝承に依拠したものと考えられる。 また別の伝承では、エレミアが祈祷によって、エジプトを兄とネズミの最悪から救い、そのことによって、エジプト人から厚く数形されたと伝える。伝統的にエレミアは、列王記上下、エレミア書及び、エレミアの愛家の著者とみなされてきた。これらの著作をエレミアが口述し、エレミアの弟子で、謝辞性のバルクが筆記したと考えられてきた。この項目は、英語版 EN。 ジェレマヤからの翻訳を含んでいます。ありがとうございます。